この時間はゲストの方にお電話でお話を伺います。内藤証券投資調査部シニアアナリストの浅井陽三さんです。浅井さん、こんにちは。こんにちは。今日もよろしくお願いいたします。2021年日経平均3万円への旅を続けてますが。はい、そうですね。2万9000まで来ました。はい、堅調ですね。まあ、かなり、投資家の余力も高まってまして、増えてましてですね、はい、意外だかという感じですね。やっぱりあれですよね、これ節目っていうのは一気に抜かないとなかなか抜けないですもんね。そうですね、まあ、なんて言いますか、何度もこう同じところで挑戦してると、はい、まあ、しこり作っちゃいまして、はい、なかなかしばらく抜けないという形になってしまいますから、まあ、心理的な節目にしろですね、はい、まあ、一気に抜くのが一番、大切なあれかなと思います、ね、重要ですよね。だから2万4000のところ、ね、5000のところなかなか抜けなかったんで時間かかりましたけど、やっぱり一気に抜くことが重要ってことですね。そうですね、はい、はい、さて資料、はい、そうですね、アメリカの方の動揺が、まあ、収まりまして、SP500 とかナスダックも最高値更新、トピックスが更新して、はい、今日は日経平均が更新、はい、まあ、貯金高値を更新という形で、まあ、投資家 の, その心理ですね、心理面でその強気心理がだんだんこう補強されて、やっぱり押さないな、下がらないなと、はい、早く買わないとちょっと取り残されるなっていうのがだんだんこう強まってきてますので、はい、まあ、そういったところが、まあ、相場はなかなか下げさせない、現段階ではですね、はい、まあ、今日みたいにこう朝からもうどんどん上に上がってしまうというふうな相場になってしまったと思います。グイグイグイって感じでしたもんね、前場は。そうですね、はい、かなり勢い、まあ、かなり予想以上の勢いで上がりました、はい、あるモメンタムとか勢いだけはニューヨークに負けてないですよね、今日の日経は。そうですね、はい、大丈夫ですね、はい、負けてませんね。ナスダックにも負けてないかもしれませんけどまあそうですね。でニューヨークダウから見ていただきましょうか。はい、そうですね、ニューヨークダウの方は、まあ、チャート見ていただきますと、まあ、ナスダックとか SP500 と比べますと、まあ、高値まで1月20日の高値まであと40ドル少々なんですけども、はい、追加経済対策の早期成立期待が高まったということ、それから1月の雇用統計が、まあ、予想には届かなかったんですけども、逆にその経済対策が必要だというのを改めて再認識させたということで、はい、まあ、期待感から上がって、まあ、高値接近と、はい、次のナスダック総合指数は連日の最高値更新ということで、非常に、まあ、こんなに上がっていいのかなというぐらい上がってます。角度が急ですもんね。そうですね、角度がかなり急ですよね、はいはい、途中9月、去年の9月あたりもみ合いましたけど、そこから、まあ、倍返しみたいな感じになってますよね、はい、二段上げみたいな、はい、から10年国債利回りですけど、こちらアメリカの方追加経済対策が、まあ、成立期待が高まって、経済を、まあ、押し上げると、はい、プラス、まあ、国債の増発記念ということもあって、まあ、1.167 ということで、まあ、1月12日の水準に迫ってきたという形になりまして、はい、まあ、それで次のページ、円相場の方は、まあ、アメリカの金利上昇で、まあ、日米の金利差拡大で、という形で、まあ、円売り、ドル買い円売りという形で、今日は105円の、まあ、真ん中40銭台あたりで推移してます、はい、これどうなんですかね、この105円台の後半までっていうのは予想って結構あったんですか。いや、なかったんじゃないですかね。だからみんな円高になるって言ってた気もするんですけどね。そうです、なんか100円台もしかしたら割るかもという論者もおられたと思いますが、はい、はい、まあ、このチャートとかで見ますと、この107、8円あたりまでなんか戻り簡単に戻りそうな形にはなってきてるかと思いますけど、ね、割としこりなさそうな水準ですよね。そうです、はい、まあ、こういうで、まあ、円安でですね、まあ、ここのところ、まあ、企業外需企業の増額、特に外需企業の増額修正が目立ってますけども、まあ、今後、まあ、今後のまあ先行きの業績見通しに対する見方も、まあ、かなり楽観的に、なりつつあるといいますか、はい、まあ、そういう形に、ね、になってきてるってことですね。円安、そんな自動車とか電気とか半導体とか悪くはないですよね。そうですね、はい、悪くないですね、はいはい、これまではちょっと円高に目をつぶってましたけどもね、まあ、これが実際ちょっと一時の円高水準よりまあ円安方向にこうぶれてきたということはプラスになってくると思います、はい、それから上海総合指数、こちら先週は小反発でした。香港市場の投機資金流入抑制に絡んで短期金利の引き締め、まあ、引き締め懸念というのがあったんですけども、それでちょっと下がったんですけども、まあ、小動き今日は上がってますよね、プラスです、それで、まあ、春節休暇が本土市場が2月の今週の11日から来週の17日まで、香港が12日から15日まで、お休みということになります。
それから WTI の原油先物相場、こちらも強いです。強いですね、はい、非常に強いです、これも、まあ、景気回復期待といいますか、まあ、そういうこともありますし、昨年 の1月以来の水準まで戻してきたということですね。一時はどうなることかと思いましたけど戻してきました、はい、それ日経平均株価ですけども、これは今日はまず日足から見まして、今日の前前引けまで入って高値更新、1月14日のザラバ高値も更新してきたということで、はい、90年の8月以来の水準です。まあ、89年12月が最高値ですけども、まあ、日経平均株価がその水準まで戻すと多分私更新すると泣いてしまうんじゃないかと思いますけど。いや、浅井さんだけじゃなくてみんな泣くと思いますよ。そうですね、だって31年待ってんですよ。そうですね、はい、はい、私も年取ってきましたんで本当に生きててよかったです。で次週足ですけども、はい、週足はですね、3月19日去年の3月安値つけて6月まで戻して6626円、上げたんですけども、これを10月30日の安値に当てはめると29603円、はい、これもちょっと心理的に一つの節かなと、まあ、思います、はい、次のトピックスですね、はい、こちらの方、こちらの方は同じように計算して3月から6月、それで10月の30日に当てはめてみると1973、はい、これもちょっとという形になりますけど、まあ、順調にその上昇ペースを維持しているという形になってます。やっぱりトピックス18年の1月高で抜けたって大きいですよね。大きいですね、はい、これ非常に大きいです、はい、なかなか抜けなかった、まあ、出遅れたトピックスがここへ来て、まあ、出遅れ株バリュー株買いがまあ進んできてですね、まあ、抜いてきたと大きいと思いますね、はい、それからバブル期以降のトピックス見ますと93年以降の傾向線、なかなか抜けないラインが引けるんですけども、はい、これは今回1940、50、そのあたりになってきて、はい、まあ、これを抜けるかどうか、15年以降のですね、まあ、どちらかというと過去はもう安いところからずっと上がってきてやっとこそはたどり着いたという感じですが、今回は15年以降ちょっと揉み合ってますんで、その分エネルギー蓄積して抜ける可能性もあるかなという感じもします、はい、これ抜けたら風景変わりますよね、はい、風景変わります、はい、かなり心理的にも楽になってきてですね、需給面でも含めてかなり、好転してくるかと思い、はい、思いますね、はい、それから次のブラティティインデックスとプットコールレシーですが、ブラティティインデックス一時 28.6000 まで上がって 20% 台まで再び低下してきたということで、まあ、平常時の水準まで戻ってきたということですね、はい、から最低改ざんと売り算次のページですけども、最低売り算は、まあ、そこそこの水準残ってるんですけど、信用改ざんがここのところ増えてきまして、先々週1500億円の増えましたもんね、改ざん。そうですね、はい、4週間で3600億、 15% ほど増えました、はい、まあ、他局の余力が増し、まあ、ポジションの余力が増してですね、投資家が、まあ、強気の投資家が増えてきたということも言えるかと思うんですけども、はい、まあ、これが平常の姿でございます。評価損益率もマイナス11ですから全然関係ないですよね。そうです、まだまだ、はい、プラス、まあ、とりあえずプラスになるまでは大丈夫だと思います、はいはい、それから情報銘柄比率、情報銘柄比率です。これは13周線を、移動平均を上回っている銘柄数ですね、はい、これ 70% まで上昇してきてましたが、まだ加熱圏までは行ってないと。で次の新高値銘柄数の推移、こちらの方は今日前場段階、前引け段階で124銘柄、130まで来ましたかね今。あ、そうですかね、はい、まだ増えてきてますね、はい、ということでこれは過去ピーク水準になりますと、やっぱり300、400もっと超えてくるという形になってきます、これもまだ加熱感は見られないということなんですね、はい、それからクイックの月次調査の株式、国内の現在の国内株式組み比率が今日公表されましたけども、オーバーウェイトが一段と増えてプラス 5% の 32%、はい、それからアンダーウェイトは3ポイント減って 15% ということで、まあ、強気がじわじわと増えてきていると。まあ、逆張り指標でもあるんですけども、過去のピーク時には 50%、40% というところまでオーバーウェイト増えてきますので、これから見てもまだちょっとその、まあ、弱気の投資家が残っているのかなという気もします、はい、それから月次調査のセクター別投資算数を見ますと、ここのところ2月にですね、足元の組み入れ率を上げているところは素材ですね、それから、上向けの黒三角ですけども、電気精密というところです、はい、低下しているのが医薬品とか金融というところですね、素材なんかはちょっと引き続き注目したいと思います、はい、それからトピックスグロース指数に対するバリュー株指数です。ここの時は急激に上向いてきました。あのバリュー株優位、まあ、出遅れ株優位ですね、優位になってきているということが、今日の前場段階まで入れてるんですけど、今日はハイテク株とか結構値傘株上がってるんですけども、それでもやっぱり、バリュー株指数の方が値上がり率が大きいという形になってます、
から業種別の過去の推移はご覧の通りで、小売業とか建設不動産リクールの内需系が上向いている、はい、薬品はちょっと下向いています。あとソフトバンクグループのが上がってますので、情報通信がちょっと上向き、から2枚目は電気機械がちょっとお辞儀してまして、出遅れた輸送用機器自動車とか鉄鋼とかですね、非鉄、こういったところが上向いているということです。から今日はですね、銘柄第3弾なんですけども、週足予選3本連続ということで4本以上は含まないということでご覧の通りであります、はい、さあ個別はどうでしょう、はい、建設なんかも入ってます。それから2番目ライフル、これライフルホームズで不動産住宅情報サイトを運営してます、はい、本田翼さんの CM とかでありますけども、それからリンクアドモチベーション、こちらの方は経営コンサルですね、個人の意欲を喚起したり組織の活性化を促進するということでずっと出てますが、あとペプチドリーム、こちらの方は1月4日に見通しを公表しまして、国内外の製薬大手との新規共同開発契約を絡んで、絡みで、情報、いい決算、営業利益黒点なんですね、黒字転換なんです、はい、出してきました、2月10日に決算発表、正式な決算発表ですね、はい、それから2枚目いきまして、タカラバイオも PCR 試薬の国内生産8割増という報道もありました、遺伝子薬医療なんかがに注力してます、はい、それからノリタケっていうのがちょっと地味な銘柄が悪いんですけど、セラミックス関連製品、まあ、陶器とかがですね、はい、あれですけども、固体酸化物燃料電池の部材なんかをが得意としているということです、はい、からベルシステム24は、まあ、政府からコロナウイルス関連の問い合わせ業務を受託して、あとは他はネット通販とかいろいろそういうのを始めたですね、百貨店デパートとか、それから外食産業ですね、はい、それなんかの受託増で業績、が、まあ、良くなってきているということです。それから他にもマクセル、こちらはウェアラブル向けの小型全固体電池を今年から量産、マクセル黒字転換なんですね、それ黒字転換です、はい、それから愛信正規とか出てます。ヤマハ発動機、こちら2月1日に情報修正してます。こちらは北米でマリンレジャー需要が高まって、はい、船外機エンジンの販売が好調ということで、これはめっちゃ何ですか、コロナウイルスでその密着するのを避けるためですね、マリンレジャー需要が高まっているということで、はい、あとは、まあ、株高とかの影響なんかも非常に大きいか、資産効果も大きいかと思います。はい、というところで、今日も20銘柄ちょっと紹介させていただきました。わかりました、よくわかりました、はい、浅井さんありがとうございました。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。失礼します。内藤証券投資調査部シニアアナリストの浅井陽三さんにお話を伺いました。